みんながよくつけてるピッタみたいで、あれをミシンがなくても縫い物嫌いでもできるように、とにかく安く作れるマスク、これを今日ご紹介したいと思います。はい、どうですか、いいですか。いいです、いいです。ぴったり来てますね。ちょっと皆さん横向いてください。あ、いい感じ。横向いて、横向いて、横向いてる、前向いて。いいです、 OK。 こんにちは、137TV のママです。マスクを下着のように毎日つける、そんな時代になってしまいましたけど、3枚1000円とか、ちょっといいのだと1枚で1000円みたいな感じで売っているマスクをよく見るんですが、本当に下着を買ったり、あの靴下を買ったりする値段と似たような感じ。うち5人家族でしょ。で、洗い替えが1人3枚ずつ欲しいなってなったら、まあ何個いるの、お産15個いるから15個いるんだよ。5パックか、3枚1000円の安い方の布マスクでも5パック買えば5000円ですよ。で、クタクタになってくると次のを買うわけでしょ。でも5000円、1万円、マスク破産です。嫌じゃないですか、高い。だからとにかく安く同じような布マスクをゲットできないかなっていう、で、いいのを思いついたので今日は皆さんにご紹介したいと思います。じゃーん、じゃーん、じゃーんです。これピンク色はうちの末っ子ナナちゃん用、緑色は次男真ん中っ子サンちゃん用、水色は長男ジュウちゃん用、作っちゃいました。じゃーん、ストレッチカットクロス、じゃん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 、4色グレーとピンクとホワイトとブルーで、この生地なんですけど、じゃん、生地がなんと、あの皆様がよくつけてらっしゃるピッタ、ピッタっていうマスクの素材、ストレッチ伸びる伸びるで、切りっぱなし、こう縫わなくていいやつ、ここ切りっぱなしでいいやつ、まあ、この30センチ角の大きさの布なんですけど、これ30センチ角あったら2つか3つ作れるでしょ。なのでこれで2つ作れれば1個50円だし、3つ作れれば1個30円ぐらいのマスクが作れる。みんながよくつけてるピッタみたいなやつで、そこでもう一つポイント、安いだけじゃない。じゃじゃーん、布用接着剤、これ100均で売ってます。ちっちゃいサイズですけど、まあ、このぐらいで十分かなって思います。100円、ミシンがなくても縫い物嫌いでもできるように、これだけで作っちゃいます。これ長男のジュウちゃんのやつだったら私も、まあ、さほど小さくない、大体一緒。よくないですか、これ。これで、これすごくないですか。これ縫ってないんですよ。ミシンも、あの針も糸も使ってません。裁縫しなくても縫い物嫌いでも作れちゃうピッタそっくりなマスクです。これちょっとジュウちゃんのだから一回り小さいんですけど、で一応パパのもあります。これパパのちょっと大きいでしょ。私には男性用 L サイズって感じですね。でここのところに何を使ってるかっていうと、バイアステープっていうこういうものを使ってます。鼻のところにこうやってくるので、なるべく細いものを使いたいなってことで、私が選んだのは幅12ミリのものを選びました。12ミリ以下がいいと思います。で、さんちゃん、じゅうちゃん、ななちゃんに何色の布で作っても見分けがつくように、
この真ん中のところの布の色で見分けてもらうことに しようかなと思って、緑とピンクと青のバイアステープをまたこれも100均で買ってきました。これはもう100円で結構何枚も作れるから、まあ、10円もしないです。さんちゃんとななちゃん、小児と幼稚園児の子のは1枚の布で3個作れました。小学校5年生のじゅうちゃん以上、じゅうちゃんとママとパパのはこの1枚の布で2個作れました。なので1つ30円から50円で作れちゃいます。いや、もう既製品の市販の布マスクを春ぐらいから買って使ってる人たちも、まあ、そろそろ洗いすぎちゃう、もう何度も使ってあの 洗いすぎのクタクタになってきてる時期じゃないかなと思うので、次のマスクまた1000円出して買うより33円で作ってください。まあ、元々私あんまり裁縫とか好きじゃないので、なんとか縫い物しなくてもいいマスクを作りたいな、皆さんにご紹介したいなと思って一生懸命考えました。で、どうやって作るかを今からご説明したいと思います。ナナちゃんのサイズだと3つ分作れます。1、2、3、4、5、6っていう感じです。で、おなじみ前私が作ったマスクの動画でもご紹介してますが、こういうテロンテロンした生地を切るときはもうこういうテープを貼ってしまうに限る。待ち針とかも刺しにくいし、ずれちゃう、途中でずれてきちゃうので、ぴったり行きたいときはこのテープをこの周りに全部貼っちゃうのが切りやすい方法です。はい、一つ切れました。じゃーん。じゃあもう一個、これであと4ついけますよね。はい、もう一個できました。テープが付いてたら取りましょう。さあ、ここからがクライマックスです。じゃじゃーん、この子ですよ。この子をこうなるでしょ。ここに糊をちょっとつけて重ねます。でん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 、まあ、あの幅は2ミリぐらいにしてください。ここ太くなっちゃうとウルトラマンみたいになっちゃうので、つけたらこれをピタピタコラスイッチ。ママがピタって言うとピタゴラスイッチのたになっちゃいましたね。ピタゴラスイッチ、ぴったりこんな感じです。ここがピタッとくっつけばいいです。そしてここにナナちゃんのなのでピンクのバイアステープ使います。ここにこうつけるんで、それ以上の長さにだいたい切って、で、ここにベタベタとまた接着剤をつけます。ここはしっかりつけましょう。端まで仲良く遊び
これだけじゃちょっと洗濯に弱いんですよ。なのでこのボンドプラスこれをつけることで洗濯に強くなるんです。ちょうど半分半分になるように。あとは乾くのを待つだけです。ついたらこことここをカットしておきましょう。そうです。でボンドがよく乾くのを待ってから完成です。こんな感じできた。これが私が紹介したかったマスクです。シュン。これがもう 3,4 回洗濯した状態です。全然大丈夫。ほら全然大丈夫。それがこのテープを、バイアステープをここに貼り付けてあるから丈夫に出来上がってます。こんな感じです。この形なんですけど、それはネットとかで調べました。で、まあ、あんまり型紙はこれだよっていうのが探し出せなかったんで、ピッタとかの、マスクの形をじっと見て、自分なりに型紙試行錯誤で何枚か作っては、はいダメ、作ってはダメ、送り返してここに行き着いて、これ完璧だなって。型紙はどうしますか？皆さんピッタをもうすでにお持ちだっていう方は、それをこう半分に折ってたものを置いて かたどっていただけたらそれで完璧だと思うんですけど、いやピッタみたいなマスク持ってないっていう場合のという方のために、一応私型紙もを作るところから今日ご紹介しようと思いますが、こんな風なマスクをもうすでに買っちゃったよっていう方は、それをこうその方が多分ぴったりくるんで、それを型紙してください。で私が作った型紙一応紹介しますよ。それでは13の TV のママでした。おいで。じゃあこれつけ、じゃあミシンもいらない、針も糸もいらない、切って貼り付けるだけの安く作れるマスクのご紹介でした。1枚30円から50円、かわいいでしょ。どうですか、うん、どう、うん、それでは137TV のママとって言っとく？ママとママでした。皆さんこのマスクぜひ作ってみてください。この動画が気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あとたくさんコメントくださると嬉しいです。じゃあね、バイバイ。それではグッバイ。終わり。じゅさん笑おう遊ぼうレインボー、ずっと毎日たくさん走ろう食べよう。